メルビン・レオン・ストットルマイヤーシニアは、アメリカ合衆国ミズイリ州テキサス軍、ヘーゼルトン出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウト右ミギウチ。1961年にニューヨーク・ヤンキースと契約してプロ入り。1964年8月12日のシカゴ・ホワイトソックス戦でメジャーデビュー。この年はここから13試合で9勝。 防御率2.06の高成績でチームのアメリカンリーグ優勝に貢献。セントルイスカージナルスとのワールドシリーズでは3試合に先発し、第2戦では完投勝利を挙げた。1965年は共にリーグ最多の291回と18完投、同2位の20勝を挙げた。翌1966年はリーグワーストの20敗を喫したが、 1968年から2年連続で20勝。1973年まで9年連続12勝以上、200等級回以上と、ヤンキースが低迷していた時代において安定した数字を残した。1974年に肩を痛めて引退した。11年間通算で164勝を挙げた。引退後は4球団で投手コーチを務めた。2009年には、 WBC アメリカ合衆国代表でブルペンコーチを務めた。2019年1月13日に骨髄がんにより死去した。ありがとうございます。